下関市の極洋造船であった起工式には関係者らおよそ30人が参加しました。式では船を所有する共同船舶の所秀樹社長が溶接機を動かして火花を出し、組み立て作業の安全や無事の完成を祈願しました。式の後、建造中の船の一部を参加者が視察しました。新しい捕鯨母船歓迎丸は、現在操業している日進丸の後継として、今年2月から建造が始まりました。全長112メートル、総トン数はおよそ9100トンで、南極海までの航行が可能になります。今後、船首の船底部分など122のブロックを組み立て、8月に進水式が行われます。非常に難しい船ではありますけれども、全社を挙げて我々の技術の粋を集めて無事完工していきたいと思っております。来年6月にはですね、新しい歓迎丸で出港して、キャッチャーボートで取ったクジラをですね、この船で加工して冷凍して製品を作って、皆様にお届けする、非常にワクワクする思いです。船は来年3月に完成し、引き渡される予定です。